アメダです。今日は私が先週発表したメリシーのアクセサリーとザラで購入したトップスを一緒に組み合わせて紹介していきたいと思います。私のねアクセサリーがすごくザラのトップスと相性が良かったので、はい、よかったら最後まで楽しんでいってください。まあ、トップスだったりとかワンピースとかいろいろあるので、はい、よろしくお願いします。こちらの一番人気だった装飾美と一緒に合わせたトップスです。はい、こちらのニットカーディガンです。写真だと結構白っぽくベージュっぽく見えるんですけど、実際に着た感じは結構オレンジっぽいかなっていうイメージですね。でボタン部分がシェルになってて、すごいそれもとても可愛いです。装飾美は何にでも合わせやすい短めのボタンのピアスなので、まあ、こういうねカジュアルにも着れる、あとは女の子っぽくも着れる、そういうトップスにも合わせやすいピアスなので、ぜひ活用してみてください。生地はそんな透け感がある生地ではなくって、柔らかくって厚みのある生地なので、今の時期着ててもとてもあったかいなっていう印象があります。次はこちらの光です。イメージ的にはレッドベルベットのサイコをイメージして、こちらの黒のシャツワンピースを選びました。で丈は短めなんですけど、そんなにこうシャツなので下品にもならず可愛く着れる短めのシャツのワンピースになっています。でこちらのピアスの一番のいいところは、こういうシンプルなお洋服に着た時にすごくピアスが映える、一気に主役になるっていうところなんですね。なのでこうモノトーンのお洋服にピアスを合わせるとすっごい可愛いんですよ。で大人っぽくもなるし、ちょっと可愛らしさも残るので、こっちの2色目も一緒に紹介します。ホワイトの方はこちらのリボン付きニットセーターを合わせました。結構ガーリーなニットトップスなんですけど、デザイン性があってすごく可愛いんですよね。1個前に紹介したビジュー部分がパープルのピアスの方は、まあ、紫なので、まあ、黒いトップスに合わせたりとか、まあ、何でも合うんですけど、まあ、そういうものに私は割と合わせたりして、こういうホワイトのビジューの方はなんかちょっとガーリーな感じで着ても可愛いし、白のシャツとかそういうものに合わせてもすごく可愛かったので、結構万能ちゃんだなと思ってこのピアス結構重宝してます。この2色はまだ在庫があるので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。最後がこちら花束です。この子もねすごい可愛いんですよ。パール加工をしてあるので、光に当たった時に本当に綺麗にこう光るっていうか、ツヤ感が出てとても可愛いです。はい、こちらフェイクパールニットベストです。報告動画の時にも着ていたものなんですけど、もうねこの白のシャツとの相性がすごいよくって、本当に可愛いんですよね。で今アップにもなってるんですけど、細かくちっちゃいパールがいっぱいついてるんですよ。なんかこういうパールのトップスとこの花束のお花部分がすごく合っていて、可愛い組み合わせだなと思ってご紹介しました。はい、ということで今日はザラの購入品、主にトップスですねと私のアクセサリーメリシーのピアスをご一緒に紹介しました。もうザラのトップス本当に可愛いものばっかりで、ちょっとね何に合わせようかなって悩っちゃったんですけど、今回はこちらの4着で、合わせてみました。よかったら皆さんもお揃いで一緒に着ましょう。本当に可愛かったです。ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。リクエストもコメント欄で受け付けてます。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。